皆さんこんにちは、大阪大学の末岡です。本日はですね、複数のロボットで協力して1台ではできないような段差を越えていく、そんなロボットたちを紹介したいと思います。今回のポイントは、センサーなし、マイコンなし、何も考えずに自然と複数のロボットが協調できることです。それでは楽しんでみてください。どうぞ。